オーランド・ルイス・カブレラは、コロンビア・ボリーバル県カルタヘナ出身の元プロ野球選手、右投右打ち。1993年にドラフト外でモントリオール・エクスポズに入団した1997年にメジャーデビュー。1999年頃からレギュラー格の選手としての扱いを受けるようになり、104試合に出場した。2000年には自身初の2桁本塁打を記録した。2001年には自身初の2桁盗塁と162試合フル出場を記録。また、ゴールドグラブ賞も初受賞した。最も目覚ましい活躍をしたのは2003年。2004年は不振に陥った。2004年シーズン夏場にトレードでボストンレッドソックスに移籍し、移籍後は遊撃手の座を手に入れて、チームの世界一に貢献している。2004年オフにロサンゼルスエンゼルスへ FA 移籍した。2005年は正遊撃手として活躍した。2006年は4月25日から7月6日の間に史上6番目、球団新記録となる63試合連続出塁をマーク。この打撃内容の良さを買われて、本来の2番から3番へ抜擢され、主砲ブラディミール・ゲレーロのつなぎ役として活躍。7月2日のロサンゼルスドジャース戦で、チーム9年ぶりとなる本盗を成功させるなど、自己ベストとなる27盗塁をマーク。2007年11月19日に、ジョン・ガーランドとのトレードで、シカゴ・ホワイトソックスへ移籍。ホワイトソックス時代2008年は、前年までの正遊撃手、フアン・ウリーベからポジションを奪い、前年の井口忠人放出以来、空席となっていた二塁へ追いやり、2番打者を務めたが、開幕から打撃不振に陥ってしまう。しかし、5月6日に同じく不振に陥っていた1番打者、ニックス・ウィッシャーと打順を入れ替えてからは徐々に復調し、最終的には例年通りの堅実な成績をマーク。2009年3月6日、オークランドアスレチックスと1年契約を結ぶ。2009年7月31日に、タイラー・ラーデンドルフとトレードでミネソタツインズへ移籍。2010年2月1日にシンシナティレッズと1年契約を結ぶ。レッズ時代8月3日から、左脇腹を痛め故障者リスト入りし、欠場中はバットボーイを務めてチームを盛り上げた。2011年2月10日にクリーブランドインディアンスと1年契約を結ぶ。遊撃手にはアズドルバル・カブレラがいたため、主に二塁手として起用された。6月12日のニューヨークヤンキース戦で、フレディ・ガルシアから通算2000本安打を放った。しかし、その後は不調になり、ジェイソン・キプニスにスタメンを奪われた。2011年7月30日に、トーマス・ニールとのトレードで、サンフランシスコジャイアンツへ移籍。背番号は6番をつけるはずだったが、早朝のうちに43をつけることになった。オフに FA になり引退。2005年、2006年に福岡ソフトバンクホークスでプレーしたホルベルト・カブレラは実刑。同じコロンビア人遊撃手であるエドガー・レンテリアとは、母国での野球ビジネスをめぐるトラブルにより、犬猿の仲になっている。2011年5月19日、サウスカロライナ州で米国市民となった。ありがとうございます。